はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。いや、今回はですね、宝満山に、今から行きたいと思います。でね、2月のね、17日の、イベントで、そこからですね、終わりまして、で、その次の日ですね、まあ、九州で有名な YouTuber、池新さんと、アドちゃんと、安西マウンテンはいるね、靴紐も結んでます。と、ダンディとですね、あと、はるみさんがちょっと見かけない、ね。あ、まあ、そんな感じでね、登りたいと思います。まあ、あ、アドちゃん、あ、どうも、おはようございます。いや、いいです、全然いいです。じゃあ、まあ、そんな感じで、今から宝満山に行ってみよう。はい、すごい、霜が降りてますけども。今日今気温が4度ぐらいで、昼間がね、昨日めっちゃ暑かったのさらにそれより暑くなる、多分18度、20度ぐらいになると思うんでね、春の陽気、春じゃない、2月やね、2月18日だけども、春みたいな感じですね、でみんなで登りたいと思います。はい、あの宝満山に登りたいと思います。宝満山の近くには登山口にすごいしっかりしたトイレがあります。おはようマロンちゃんやん。おはようございます。あのマロンちゃんでインスタの再生数を稼いでる森山さんじゃないですか。マロンのおかげで登録者数が800人いこうとしてます。これザック、いろいろ、あ、これマロンのザック、犬用のザックです。水とか何入ってますか。水とあの食料と、はい、あの携帯トイレとか、あのトイレも入ってます。よろしく。よろしく。かっこいいな、グラサンかけたら。よろしくお願いします。帽子かぶって。全然微動だにせずや。正式に向こう側と登山道は別にあんまある。はい。鬼滅の刃の聖地の竈門神社。行きますか。今大きいな、ほんま。36キロです。36キロ。はい。36キロあるんです。36キロある。昨日は 2.9 キロです。10倍以上です。あら。いや、桜ヒレなんですけどね。へぇー。あ、ほんまに。やばで、あの、おばあちゃんに怒られるんですよ。なんでなんですか。犬に小柄の玉出してから、かわいそうか。ちょっと愛護団体系ですね。でも喜んで持ってるんでしょ。そう、犬は喜んで持ってるんですよ。あ、ほんならいいじゃないですか。見てくださいよ。めちゃくちゃ喜んでます。喜んでますね。ない方がいいと思ってるかもしれないですよ。絡まして絡まして。はい、今日はですね、登山YouTuberと、あと、はるみさんと、オンラインサロンのメンバーと、アドちゃん、安西さん、池新さんとかね、合計でいろいろ、あとダンディですね、いろいろ、合計で13人ですね、大所帯で登って、行きたいと思います。で、帰りね、帰りに下山後にグリップス寄ってね、またちょっとね、買い物動画撮らせてもらおうかと思います。はい、ということで行きましょう。すごいね、早いね、めっちゃ、はい、抑えるの大変やん。あー、このぐらいの登りは引っ張ってくれるんで。あー、いやだ、逆にね、逆にね あの急登になったら今度引っ張り上げてあげないといけない。そうです、はい、まあ、まあ、バディですよ。はい、池新さん、アドちゃん、ダンディ、コウタロウ、あと安西さん、誰が最初に声かけられるか選手権してますけど、今のところ誰も声かけられてません。はい、着替えるの。子供なんでしょ、これが。それはこれ。あ、ここに池があって、うん、そこで生まれたやつが山に登っていくんです。そっか。着替える取らないでね。うまい。着替える取らないでね。おるかな。あ、たまにいます。今の時期でも。黒いからよくわからんけど、ね。あ、ちっちゃいやつが。そう、あ、じゃ1センチって書いてたもんね。
どこ座ったの？安西さんやん。あんな1000円あげなかんや、1000円。正真正銘、ね、僕に声をつなぎましたから。おお、すごいな。仕込みって分かってますか？愛知から、愛知から仕込む。おかしいおかしい、それは。ということで、ホーマンさんの、はい、YouTuber ランキング1位は、安西さん。YouTuber ランキング1位が、声をかけられた YouTuber ね。次、あの、2位。の戦いやります。2500円。おしも中学生の賞金やんけ、お前。中学生の賞金やんけ、こんなもん。じゃあ3位まで賞金やる。わすげえ。3位100円。なんかいらんわ100円。3位100円いらんわ。今日ですね、今から登りますけども、どうですか。あ、アドちゃんはあれですよね。大満山を日本、はい、47都道府県の一つに。福岡の宝満山を選んでるんですね。はい、選びました。あ、おー、そうなんですね。あ、そうですね。はい、あのみんなで登るからこう思い出深くなりますよね。なりますね、楽しい。確かに。うん、で、安西さん初めて。僕もはい、宝満山初めてになります。あ、だから僕も 3,4 回登ってますんで、あれ。めっちゃベテランじゃないですか。ベテランそうそうそう。あんなよろしくお願いします。よろしく。あの、何しか段差がきつくて、結構。そうなんですね。思ってる普通の低山よりも強度は高いんで、ちょっと覚悟して行っていただけたらと思いますので。わかりました。頑張って、はい、心していきたいと思います。はい、では行きましょう。はい、行ってみよう。もう一回やりましょうか。じゃあそんな感じで行ってみよう。遠くてちっちゃいのやって見つけるから飛ばないように気をつけたいと思います。情報でした。そう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 。こっちやった俺。あ、みんなのグーなの。へぇ、まだあとなんや。いやーす。結構急な登りになるんかな。みんな。6度。でもちょっとホクホクしてきた。あ、脱いど、脱ぐ脱ぐ。あおちゃん、ナノエア、ライトを出し、ナノエア。ナノエアを着て。ナノエア、暑ない結構。暑かったです。でも昨日まで寒、昨日ちょっと寒いからね。ああ、そうか。即悩んで。そうかそうか。あ、あおちゃんの、アドちゃんの何だ、全国47都道府県すべての山に登る、はい、1月28日今北海道を制覇しております。これ北海道どこの山なの？阿寒岳登りました。阿寒岳、はいはい、で次福岡県のね、宝満山、はい、ここですね。宝満山、はい、登りたい。あ、わかりました、はい。沖縄とか大変なんですか？沖縄そうなんですよ。どこの登るかまだほぼバカンスや沖縄。石垣島が最高峰ですよ。それ狙いどころかもしれないですね。いいですね、はい、ありがとうございます。風切りは全部、大変に言ってます。全然日の字合わせがない。これ有名な森山側溝。森山側溝、脱輪したとこね。知ってます。森山さんが脱輪したとこ。ちょうどあの辺です。はあ、そうですか、なれへんわ。はあ、となれへんわ。ここに車止めてる人があって、うん、私出れませんで、ね、めっちゃ怒れてた。そう使うのね。そうです。めっちゃいいやん。めっちゃ飲んでる。めっちゃガチいじるめっちゃ犬のファッションチェックしてます。いや、2回、ね、3つやん、あいつも4つか。あ、でもウェアも着てんのね。あ、今日靴も持ってきてます。ビブラムソールね。あ、何ですか、虫ごとめっちゃかわいい。めっちゃ喉かわいい。真夏か。真夏ガブ飲みや。真夏バリングガブ飲みしてるやん。ホーマンザの2キロって長い、長い長い。一部やで、ほとんど変わらんで。登山口着きました。何ですか、本当かどうか。中部が何ですか。すごいな、この木。めちゃくちゃまっすぐ。倒木して倒れた木から枝が伸びるの。倒木した木から生えてるんだ。すごいな。おお、へえ、これな、作られたような自然の芸術やん。ほんまやん。自然の生命力を感じますね。私もこの木に負けないように頑張って生きていきたい。すごいうさんくさいわ。うさんくさいわ。つけつけたような。倒木して倒れた瞬間、もうこの木は多分半分は自分の命を諦めたと思います。あ、でこういうこの、あの、1、2、3、4、5、6、このちょうど全部同じような大きさがすごいよね。ほんまスキャラバス。だいぶ段差が高い。奥、下心さん
水バスいたわ。昔こう久留米大学の人インタビューしたわ。あ、これかぶるんです。あ、これじゃん。冷たい。あ、美味しいですよ。飲まない。マロン来てる、マロン来てる。マロンすごいガッツリですよ。あの代わりに飲んでくれるから。こっち飲んでる。あ、やっぱり喉乾いたんや。マジで飲むんですよね。お、もっと美味しいことあるの。そうよ、美味しいことあるの。いつもここなんや。ガブ飲みや。真夏はここに寝そべってダムつく。だから上流にずっと水が。あ、そっか。ダムを作るのね。マロンダム。はるみさんのハイクチップ。あ、美味しい。美味しい。めっちゃリンゴくる。そう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 。あ、美味しいこれ。ちょうど入りやすいしよ。みんな優しいし。ちょっと。あ、美味しい。はるみさん。めっちゃ美味しい。はるみさんのハイクチップ。マロンであげようと思って。うん。あ、そう、天然のやつだから。マロンもいいや。すみません、ちょっといただいていいですか。すみません。僕も、俺多分もらってないと思うので。こうたろうさんにあげる。いただきます。いただきます。うん。うん。変わる。でも毎回酸味とか甘みとかが品種によって違うから楽しみ。毎回品種によって品種とその時の時期によってちゃうから。今は何なんや。今回はちょっと酸味がちょっと少ない感じが。俺は酸味ある方が好きやから、その楽しみもある。なんか今日はどうかなみたいな、今日はどうかなみたいな感じの。私これめっちゃ美味しい。めっちゃ進みますねこれは。もう誰にもあげません。もらってますもん。これハート言われます。はい、ハートリア。きついな、ほんま。俺も見てないもん、いつも。見たら負けやから。一歩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 。で、勝手についてるみたいな。足元だけ見る。何が入ってる？ティッシュ？いっぱいとかじゃないですか。消毒とかガーゼとか。ガーゼ、ガーゼ。おお。テーピングとか。うん、こっちか。結晶禁断。あ、そうか。あ、こっから殺したらあかんねんよ、動物を。久しぶりですね。ごめんですか。でもね、今日ほらグループで喋ってたからね。そう、いつもお一人が多いですもんね。楽しいらしい。本当楽や。ここから虫とか殺しちゃダメなんですよ。殺生禁断ってなって。殺生禁断。カエルも踏んだらあかん。カエルも踏んだらあかん。カエルも最初も踏んだらあかん。ここ踏んで大丈夫みたいなんだけど。ダメだよ。時が来ましたね。あ、でも K 藤本さんデザインなんでね。ちょっと恥ずかしながら抜かしていただきます。あ、どうぞどうぞ。じゃん。お、これ2年前に作ったやつ。来ました。ありがとうございます。もう前、大切に大切に来てますよ。ありがとうございます。あ、それでね、もう傷まないように。はい。もうタンスに直すときにはちゃんと防虫剤入れて。いや、河川やから出れへんよ。虫入れへんよ。河川フル入ったな。もうドライクリーニング出してますよ。これ、A コートみたいな感じか。A コートみたいな扱い、ありがとうございます。この間、岩にこすりつけてたじゃないですか。あ、なんで、それ言ったらダメでしょ、それ。なんでこすりつける必要はね。いや、こするとこはこの T シャツがいいんです。そういうことか。狭いと狭い。まあ、ハードに使ってくれてね。百段岩木、もうすぐ。まだもうちょい姿勢、見えてくるんで。ほんま壁みたいやね。あっと見。あ、すみません。段階数えても101になるよね。あ、101段階にですね。でも101段目がどれぐらい？ほんまやね。そう、さじ加減。やりようによっては100合わせれますよ。多分今が1、2かな。いや、違う。もうちょっと、あの木のとこから。看板のとこがいい。ほんまに？いや、そこら辺に。あ、そういうことか。あっという間じゃん。これどっから位置なの？これがなった。これ位置ね。どっからね。これ位置ね。これが一段？これは違う。違う。では、あと百段岩木に挑みたいと思います。はい。数えます。1、2、3。
ちゃん。違う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 。ここ一列。ここからよくできる。おっちょこちょいやん。おっちょこちょいのほどがあるから。違うんだ。これカウントだから。これから一、これから一、これ一、これ全員で通したね。そう全員やほやったらおかしいな。いやわざとかと思ってた。あれおかしいな、全員。じゃあ。ダメなっちゃう。これやん。これこれこれ。はい。大事な一番。いきます。はい。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、こんにちは。こんにちは。三十三、三十三、三十三、三十五、三十六、三十七、三十八、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、七十、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六。81、81、ペース、ペース合わせよ、呼吸合わせよ、91、92、93、94、95、96、98、99、100、100になりましたね、今、我が子が成長したよ、ほんまやね、一発でね、一発、すごい、あかんかったらもう一回やり直しちゃったから、やば、100段ありました。ぴったり100段でした。すごい、よかった、よかった。私のメインイベント終わりました。めちゃくちゃ青い。あ、いいですか、最高出ました。最高です。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。フグで紹介しますけど、池新さんです。あ、池新です。途中ですみません。いえいえいえ、最高の後にです。最高しか言いませんから。最高しか言いません。まあ、行ってみようみたいな感じです。はい、九州の行ってみようみたいな感じです。はい、皆さん九州来てくださいね。あ、そうですね。九州いいですよ。いい山が多いです。また本州にはないね、感じの新しい世界が見えますんで、ぜひ来ていただけたら。あっちを話をするんだ。くれて、くれて、これ登り応えあるな、これ。ちょっと鎌田岩見ようと思ったら、ちょっと登らないかな。あとちゃん、どれが猫なの。片耳がビヨーン。心がすくすんでる人には、猫に見えないんですよ。あの岩の隙間の窓みたいになってるところが猫の形になってる。こっちの耳がビョーンってなってるのかな。こっちの耳はちっちゃい。さっぱりわからん。難しい。難しい。あっこの方が猫や。確かに。南阿蘇。阿蘇さんもあそこ行ったんですか。行ったことないんですか。安西さんの動画で見て。そう、懐かしいわ。すごい急だわ。はい、もうすぐですね、山頂になります。よいしょ。あ、急やね、この階段。あ、でもいいわ。登頂です。登頂しました。登頂しました。バラバラやけど、バラバラやけど。あ、神社のあれ修復がないか。いい写真が撮れてる。やったー。あの階段をどういう担いで。はい、お疲れ様です。もうすごい忙しいね、マジで。